始まった、はい、はい。はい、では皆さん、こんにちは。久々のまたインスタライブということで、冬の動物園が始まって初めてなんですけども、まあ、ご覧のように全く雪がない、風景ですね。まあ、例年まだね、雪が降ったり降んなかったりの時期ではあるんですけれども、今年はどうなんでしょう。なんか気温とか予報見てても、すごい、気温が乱高下するみたいな。一応雪マークは出てるけどどうなっていくのかなっていう気が聞こえていない。聞こえてる？聞こえてます。あ、聞こえてます。あ、はい。すいません。ということですね。ただまあ今日はちょうど祭日で、少し暖かめです。このぐらいの格好でも全然入れるから、まあ秋な感じですかね。風がちょっと強いんですけども、風も暖かい感じで、なんか多分、作業すると汗出るかなぐらいの、はい、雰囲気ですね。暑いです。はい。で、ただまあ、予報的にはもう明日から北海道はかなり大荒れになるみたいな感じなので、まあ、もしもね、ちょっと北海道を考えてる人、車、レンタカーとかの人、ちょっと気をつけないと明日からは怖いのかなと思いますね。ということで、今いるのはですね、東門の、ゆっくりロードのところにいます。で、少し、まあ、北海道のね、生き物たちが、まあ、ここのゆっくり領土にはいっぱいいるんですけども、動物たちの方はもうほぼ冬の準備 OK っていう感じで、スタンバってるんですけども、まあ、雪がないなっていう感じですね。まあ、今日すごい、ちょっとこういう、暖かいので、この、ずっともう何時間もこの状態でいますね。L?L です。L です。もう朝ごはん食べて。もう、まったりモードですね。まあ、キタキツネもこの時期がね、やっぱりなんとなく皆さんがイメージするキタキツネはこの時期のモフモフした感じの、キツネなのかなと思いますね。で、まあ、これで雪が積もると、まあ、野生のキツネだと雪の下を。今度雪が積もるとですね、野ネズミとかネズミが本来だったら出てこない雪の下にこうトンネルをいっぱい掘って自由に動き回るんですけれども、でそれをこう音を感知してこう飛んで、ボンと頭から突っ込むというやり方ですよね。で、そういう風にして食べたりっていう風にするようになってきますね。まあそんな風景なんかよく写真なんかで見るのが、まあそのネズミを撮っている姿なんですけれども、今本当に、結構ね、こうやってよく見ると、結構爪は鋭いですよ。掘ったりとかすごくするので。まあ、なかなかね、この辺、間近でこう、まあ、色合いとか、グラデーションとか、まあ、ちょっと見えることがないかなと思うので、まあ、ちょっと爆睡中ということで、もう一頭が、ああ、そこにいるのか。はい。これは、ほぼ発見不可能かもしれないですね。ちょっと見えにくい。ちょうど枯れ草が枯れている中にもう草とかしてますね。色はね、冬毛でも少し赤っぽかったりとか、こっちの方が少し色濃いよね。そうですね。うん。こっちの方がっていうか、今、映ってる、見えてるか見えてないか、わからないんですけども。いたって。あ、いました？見えたら、これで発見できるったらかなりの目を持ってるということになるかな。最近あそこ好きなんですよ。うん、もうね、かなり高齢なんですよね。え、違います。あれ？なるです。なるか。ネズミの方がヘルなので。爆睡がおじいちゃんです。爆睡がおじいちゃんですね。もう、帯広動物園から来てね、まあ、兄弟が亡くなったのか。そうですね、北斗がね、この間亡くなっちゃって。まあ、年齢的にはもう、かなりな年です。もう19歳。違います。10?19 歳は行き過ぎです。19。14歳です。14でした。今年2015でしたね。すいません。16か。え ?14 じゃないですか。まだ2023じゃないですか。そうでした。2025で長かったですね。あ、令和5年だ。そう、令和5年です。平成だと35年と。はい。で、今度、まあ、このゆっくりロードで、雪うさぎですね。まあ、今時期ここまで白くなっちゃうと目立つよっていう感じではあるんですけれども、
うまくできてます。だんだんと白くなって、だから完全にまだ真っ白になってないですね。まあ、発火していくんですけれども、の色が抜けていくんですけども、ちょっと今ね、なんとなく、皆さん知ってるカイウサギっぽいような、なんかちょっと色が入ったウサギみたいな感じになってますよね。目の周りとか、ちょっと頭のてっぺん。少し薄い汚れたような。だから、ちょっと雪が降って、地面が出てるぐらいだとちょうど保護色っていう感じですかね、今だとね。これがあと多分1ヶ月もすると、ほぼ真っ白になります。まあ、雪より白いんじゃないかっていうぐらいな真っ白になってますね。でやっぱり体格の方は夏よりもみんな少しふっくらします。まあ、これは、まあ、僕らが食欲の秋っていうのと一緒で、やっぱり寒さ、反射されてくると皮下脂肪だったりとか、そういう脂肪をつけるってことですね。断熱っていうことをするってことになってきます。はい。では、ちょっと宣伝していいですか。はい。近々、帯広動物園さんと丸山動物園さんとうちとコラボで、雪うさぎをテーマにインスタライブを予定していますので、近々告知できると思うので、ぜひそちらもお楽しみに。丸山もね、いっぱいいるしね。そうなんです。今、帯広も入ったので。ね。ちなみに、北キツネはね、動物園、まあ、いわゆる動物園って言われてる場所、札幌、旭川、帯広、釧路、あるんですけども、意外と地元の生き物がいなくてですね、うん、北キツネがいるのは今、うちだけ？そうですね。うちだけになりました。でも、やっぱり、身近だからこそね、しっかり見てもらって、いろんな、まあ僕らの生活の関わりとかね、どんな暮らししてるのかなとか、多分皆さんもすごく印象としては、北キツネは街中で見ることすごく増えたと思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、まあそんなことも含めてですね、やっぱり、地元だからこそ、地元の生き物をしっかりっていうことも必要なのかなと思いますね。はい。ここも意外と地味に思うかもしれないですけども、意外と、こう、面と向かってこの鳥を見せられて何ですかって言われて答えれる方はいますかね？どうですか？種類、わかりますか？ちょっと待ってみますか、皆さんのコメントを。絶対皆さん見たことある鳥ですよね。うん。だから日常多分下手すると毎日見てるのかもしれない、うん、住んでる場所によってはですね、そんなに山に行かなきゃ見れない鳥ではなくて、僕らの生活圏にすごい近いところで、まあ、生活してる鳥ですよね、うん、トンビ、ノスリ、ワシ、ハヤブサ、トビ、ああね、トンビ、そうですよね、まあ、トンビっていう言い方もしますけどもトビですね、うん、まあ、こうやって正面からこうじっとしてるで一番わかりやすいのは尾羽が V の字になっているのですごくわかりやすいかなと思うんですけども、基本スカベンジャー、例えばだから僕らのね捨てたゴミだったりとか生活圏、よく高速道路とか、最近僕はなんかトビが減ったような気がして仕方がないんですけれども、高速道路だったりとか、そういう電柱によく止まってるのを見るかなと、国道だったりとか、交通量の多いところの橋桁の上だったりとかにいることを見たことない、ある方いらっしゃるかもしれないですけども、ロードキルですね。まあ、車に跳ねられた鳥だったり、虫だったり、そういうのがポンと落ちるのを待ってて、それを拾いにっていうことがよくあります。で、まあ、保護もそうなんですけども、その中でタイミングを間違って、自分がちょっと車に跳ねられちゃったり、とも起きる。で、骨折で持ち込まれて、っていうことも多いのも、この飛びですね。で、まあ、今ね、その環境問題とかいろんなことで、生き物のこと、関心持たれる方も増えてると思うんですけれども、まあ、風力発電の風車のね、それでまた、鳥が、まあ、風の通り道だから鳥も、むしろ鳥の道みたいな感じなんですけども、まあ、そういうところでの事故とかね、言われますけども、自分は実は、多分、僕らが走ってる交通事故、車で走ってて、ロードキルで死んでいく生き物たちの方が、もうもっともっときっと多いんだと思いますね。で、うん、まあ鳥なんかは、ただその見かけることがあまりないっていうのは、必ずこういうトビだったりとか、例えばキツネだったりとか、まあそういう動物たちが、見つけたらすぐ持ってっちゃうっていう一面もありますね。だから人間が僕らが見つける前に、誰かが見つけて、それをちゃんと、食料として、食べ物として利用しているっていう一面もあるかなと思います。
っぱこの時の雪うさぎ、異様に目立つね。雪がないから。茶色い時はね、草があると本当にどこかなってちょっと探す感じなんですけども、これはいかんねっていうぐらいに。この間一回ちょっと雪積もった時はいい感じだったんですけどね。うん、まだ完全に真っ白になってないので、まあそれはそれでちょっとね、その季節を感じれる今の色合いかなとは思います。さてさて。まあここはね、いつも何回も見てると思うんですけれども、天社ですね。エゾクロテンは北海道の在来の、天ですけれども、まあ、ずっとそんなに色が変わっていう、まあ、ちょっとクリームっぽい色、どこに会いたいかな。ねえ、すごい可愛らしい顔とは裏腹に、まあまあ性格はきついのが天の仲間、イタチョウ仲間の特徴ですね。本当に怖いものを知らない。ただ、で、エゾクロテン。まあ、その隣にですね、まあ、実は、あ、いましたね。まあ、今時期は、やっぱり、まあ、色合いもね、そうなんですけれども。ヒントがいなくなった。ちょっと特徴的な色合いしてますよね。で、それよりも何よりも、やっぱり本土店の方が、まあ、本当夏と冬でこんなに変わりますかっていうぐらい変わります。よいしょ。あれ？もうほぼ冬けどね。そうですね。ちょっとはっきりと真っ白くなるかなと思うんですけども、まあ危険とも言いますけども、本当に体の模様、夏と見比べると同じ種類とは思えないぐらい、色合いが変わります。で、まあ、ちょっと、エゾクロテンより一回り体が大きい感じですね。まだまだ、道南の方にはかなり、もう入り込んでるんですけれども、道から道東とか、まあ、こっちの方ではまだ見ないですね。まあ、北海道は、ね、本来で言うと、この仲間っていうのは、まあ、エゾクロテンが一番大きくて、あと、オコジョって聞きますよね。大雪の方とかに行ったら、まあ見つけるとすごく、まあカメラとかね、写真撮る人たちがすごく人気があったりしますけども、あとすごい鉛筆のような、イズナっていうのがあります。すごいちっちゃな、なんですけども、多分この周りにもいます。園内でも多分、たまにいると思います。イズナは、ただすごくイズナぐらい、どうですかね、本当に太い、ボールペンじゃないか、マジック、ぐらいの、細さの、なんですけども、鳩ぐらいの鳥は取っちゃうんですね。まあ、羽の間からスッと潜り込んで、首にかじりついてっていうことで、なんですけども、昔はうち園内でもたまにそれが入り込んでですね、昔いたクジャクバトとか、いたんですけれども、まあそういうのが、本当に生も死んでて、全く外見上の傷が見当たらなくて、よく刑務していくと首の方にちっちゃな穴があって、で、まあ、そこで、噛みつかれてて、で、血だけをなると。それとか、その、肛門からを破ってですね、内臓だけを食べたりみたいな。かなり、肉食は強い。食べ方がですね、ですね。まあ、これもね、見た目はなんか、もしね、まあ、昔生えたフェレットとか、まあ、近いので、その、まあ、近い、感じっていうかね、その、見た目的にはすごく可愛らしい顔をしてるんですけれども、まあ、性格的にはかなりきつい、動物ですね。でも、本土店たちは割と植物質が。もう食べるよね。うん、肉より、この2頭はね、結構肉より、果物とかの方が好きですね。まあ、キツネもそうなんですけれども、結構植物食、
まあしますね。やっぱり例えば、グミだったりとか、ブドウだったりとかね。うん、そうですね。まあ、ココアもそうですけれども、食べます。まあ、トウキビなんかもね、食べたりもするんですけれども、まあ、食べれるものを食べて、過ごすという感じで、必ずしもその肉だけっていうことでもないんですけどね。もうね、ずっと見てる、よく見てると、なかなか、はい、ということで、はい、行きますか。行かないといいかもですね。はい。ということで、最近本当に見ることが、あ、はい。北海道ではですね、まあ、エゾタヌキとキタキツネと、ということで、ちょっとシンプルなんですけれども、本州の方だとね、意外とタヌキの方が、庭に出てきたりみたいな話を、キツネってあまり見ないよって言うんですけども、北海道ではずっとキツネはいるんだけども、タヌキ見ることはないね。で、タヌキ見るったら、まあ、大体、交通事故で、まあ、道路で死んでるタヌキを見て、ああ、タヌキっているんだ、みたいなことが多かったんですけども、ここ近年というか、本当にそのコロナ後だと思うんですけども、すごく、タヌキを見るようになりました。自分も通勤の時に帰りですね、8時、9時ぐらいになると、かなりタヌキを見るようになりました。え、本当ですか？うん。いいな。キツネもいるんですけども、タヌキも見るっていう感じで。まあ、最近ここにいるよね。逃げていきました。逃げていった。どこに行った？あっちです。あっちです。まあ、このタヌキも、まあ、あ、いた。やっぱり、この印象としては、この時期ですかね。このまん丸と、じゃあタヌキが、なんかエゾタヌキっていうイメージかなと思うんですけれども、少し本州のタヌキから見ると、ちょっとふっくらした感じ。顔なんかもそうかもしれないですね。ああ、ちょうど、そこから見てる。見えた？最近全然寄ってきてくれないんですよ。多分もう体仕上がったからだと思うんですけど。タヌキも見る見るこの時期になると体重がね増えて。いやでも測ってたら何キロぐらい？結構、いやもうそんなに増えなくて、うん、今でもこの2人は測れてないですけど、多分9キロぐらいかなっていう見立てです。うん、まあ、ただ、夏のね、6キロとか？そうですね、5キロ台ぐらいまでは落ちるので。夏ぐらいから見ると、もう 40% どころじゃないね。うん。まあ、倍近く。2倍までいかないけど、うん、1.4 から1.7 ぐらいまでは。うん。は、まあ、太ってきますね。冬眠するわけじゃないんですけれども、かなり、食べない息が長くなったりします。なかなか、まあ、この、キツネのように俊敏に狩りができるっていうことではないので、やっぱり、あ、いた。まあ、こんな感じですよね。まあ、なかなか、もしも、向こうがじっと見てても気づけないっていう部分もあるかなとは思うんですけどね。まあ、これもまた雪がいっぱいになると、すごくわかりやすくなる。もう、色合いもね、冬限になって、よし、じゃあちょっとかなり丁寧にやってるとですね、ここだけでもう時間が20分ぐらい経ったとしてすごく経っております。モモンがモモン、あ、猫いる、2匹だ。これ何ですか？モモンが行きます？あ、モモンはね、ここはね、今使っていないんだよ。いや、この、こういうペースで、まあ、動物園見て歩くとですね、多分、一日あっても足りないペースっていう感じですね。これにさらにモグ見ちゃうともう足りないですよね。うん。あ、いた。ましたね。おー、いいとこに。なかなか、
いるよ。入った。いた、いた。いた？飛ばねえかな。食べてる。カネゾフの日はですね、まあ、リスの仲間になります。まあ、ここ昼夜逆転しているので、今が夜だと思っているということですね。やっぱりこの目の大きさと、まあ、この体のまん丸さ具合と、まあ、必ず尻尾を見た。詳しいんですね。ね上の方に、まあ、シュッと移動します、ね。どこだどこだどこだあ、あそこに行った。どこだ別だった。あ、いた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 。いたどこ行ったあ、あそこですよ。んあそこの。あ、二人いる。二人いる。おー、だんだん見えてきたね。二人いるの。あ、三人いる。うん、そうなんです。実は三匹見つけれたら、ビンゴかな。はい、三匹。三匹目私見つけらんな。三匹。こっちにいたね。一、二。一、二で、さっき上に、あ、あの上に。見えてない。あっちの上だよね。あ、見えてないです、私。これと、これと、こいつとあれと、うん、あっちの奥にさっき行ったよ。あ、上に、こっちだ。あれ、ブルーがすげえ消えた。ちょっと混んでますね。結構ちょっと動いてるんで、今3匹。もう結構活発に動いてるんですね。1、2、動いてる。4匹ないんですか？ 3 匹。そうそう。あ、うわ。あ、すいません。ありがとうございます。なかなか何回も見に来て、ここで、動いてるのを見れたのは初めてかもしれないですね。ということで、まあ、このエゾモモンガもね、意外と身近な公園だったりとか、そういうとこにもいたりします。こうやってタヌキでもね、こうやってたくさん人がね。動いてるね。うん。一人気づけばみんな連鎖して気づけるので、うん、なかなかいい写真が撮れそうな雰囲気です。これこのペース大丈夫？はい、ということでですね、ちょっと移動したいと思います。じゃあサルシャを通って、スナスケ行きますか。うん。昨日も少し暖かくて、まあ今年ニュースなんかでもやってますけども、あいわゆる雪虫、プラスアブラムシがすごくてですね、もう、いなくなってんのかなと思ったら、昨日ちょっと気温上がると、やっぱりまた出てくるんですね。まだ、スタンバってるやつがいるんですね。昨日ももう鼻の中から耳の中から、あ、結構、入ってきましたね。で、今日はね、もう本当に、この気温で言うと、あ、チーパー出てる。春かなと思ったり、おいたりだ。はい。まあ、猿のところはね、こうやってヒーターがあるので、なかなか、なかなか大胆な。うん。なかなかでかい態度でいますね。あれは、まあ、この中でちょっと日向ぼっこをして、少し体温、体が温まって、またちょっと戻って遊び、またここで。まあ、本当に多くなると、ここでもう5、6頭みんなで集団で何か会議をしているとしか思えない。会議？何かを召喚しているんですよね。何で？うん、みたいな。そんな風にしか見えない、時もあるんですけども。でもこの2頭がもうなんかすごい、ね、やっぱりちょうど、まあ皆さんもそうですよね。ポカポカするとどうしてもこうやって広い面積に当たると気持ちがいいと思うんですけども、まあ、キツネザルはね、少し体温の調整とかが上手じゃないっていう、こともあって、こうやって外の気温を頼ってっていう感じですね。はい。まあ、コロブスも行って。これももうすっかりゴロンとして、って感じですよね。これももう本当にだらしなくベロンとなるときはベロンとなって。
ギガかと思ったらギガじゃなかった。ね、アビだった。ギガこっちでした。僕もサルさん。寒いんだね。モモとモミジがいます。もうどんどん大きくなってきて。まだまだね、あのおっぱい飲みながら。でもだいぶ、ほんとちょろちょろする時間が長くなって。うん。うん、自分のおっぱい見てる。いや、寝てる。寝てますね、あれ。これが次のやつだね。でね。いや。え？え？いや最近もずくじゃないの？一瞬じゃわかんない。いや、ま、もずくの次にモナカいるんで、これ多分もずくだと思うんですよ。うん。モナカが、あれ？違う？違う。あ、やっぱモナカこっちです。モナカ。これ。あ、いた。これモナカ。お猿さん。こっちですね。みんな並ぶとわかる、ね。お兄ちゃん。うん。守る。みんなゾロゾロと兄弟が4つつながっているが、はい、では、はい、ちょっとチンパンジーせっかくだから、あ、カメラ持ってカメラ、ちょっとチンパンジー多分もう今年最後の外ですよ。あ、ね、本当に、まあここもヒーターをつけてて、みんなで今、ほがほがして、チロがこっちに気づきましたね。うん。うん、言ってます。この、これでもチロと。チロとミコ。ミコか。ミコじゃないですか。みんなどこだね。みんなどっかで遊んでんですかね。うん、まあ本当にね、チロは。まあうちはね、やっぱり昔からのチンパンジーでいうと、このチロがやっぱりチンパンジーらしい顔かなみたいな、ほっとするような表情ですね。まあみんな顔が違うんでね、まあそれぞれの年間でも違うと思うんですけども。昔、まあ、キーボがいてね、まあ、その子たちがいたんですけども、この間、神戸の動物園に行ったら、いたんですよね。あのうちから行ってて。え、誰ですか？あれ。リノ？あ、リノ、リノ、リノ。リノ？リノがいて。リノってまだ本当にそっくりで、もう父ちゃん、ちょっとびっくりだった。すごい元気にしてて。へぇー。うん、で、これね、ちょっとよく、今ちょうどチロが顔よく見えてますけども、前も話したかもしれないけど、この白目がすごくわかるのって人ぐらいで、白目があるっていうのはすごく、どこを見てるとか、すごく、何に関心持ってるかすごいわかっちゃうんですよね。で、まあ、角膜があって、その胸膜っていう部分、まあ、結膜っていうも言いますけども、結膜かかってる部分っていうのが、僕らは白いけど、これチロをよく見てみてもらうと、茶色いですね、胸膜の部分。だから一見パッとどこに視線があるのかわからない。これが、人以外、まあ本当に動物の、ではこうやって白目がクリクリ見えるのって、猿ぐらい、あ、人ぐらいですね。で、これすごくよく、チロの顔を見てもらうとわかると思うんですけども、で、角膜の部分っていうか、は同じように茶色くあって、で、その周りの部分がかえって黒いぐらいですよね。で、まあこれが、特徴ですね。まあ、後でね、ちょっと砂隙見てもらうとあれなんですけども、まあ、ここもあの時だけ、すごく、表情がすごくわかるんですけども、どこに興味持ってるとか、ああ、っていうのがすごくわかりやすいんですけども、やっぱりあれは多分、子供の特徴っていうか、本来母親と一緒にいるので、母親が子供が何に興味持ってるとか、どこ見てるとか、行動をすごく把握しやすいんだろうなと思いますね。一応目標は最後夢、
までかなと。あと、デンちゃんも行かなきゃいけないし。デンもいた。なかなか注目されないデンが。デンちゃんね、ひっそりとデビューして。この間マスコミでちょっと取材があったんだけど、まあ、その時にも強烈にアピールして、一応強引に撮影はしてもらったんですね。何なんですかね、これね。放送してもらえたんですかね。わからん。デンちゃんね、期待の星なのに。まあ、うちとしては、やっぱりそうやってね、旅立っていくものもいれば、新たに迎え入れるものもいて、ということで、それが脈々と続いていくっていうことなんですけれども、まあ、その興味関心だったりとかね、どういうところに持たれるかっていうのは人それぞれかとは思うんですけど、まあ、例えばね、これちょっと今日寄れないですけども、北海道産とかも熊高だったりとか、もう繁殖の、もう年明けに向かってでも、活動っていうか、ペアで行動してるし。今、ますますまた、今日はこの中にいると。そんな。大丈夫まあ、陰で。もうね、なんかもらえるかなぐらいしか思ってない。どうしようかなって、来るかなまあ、知らないから来るかなみたいな。もう随分ね、本当にコロンコロンなんですけども、まあさっき言ったように、このスナスケは本当に目、目を、どこ、ちょっと横を見ると、ちょっと白目が見えてくるのが多分、可愛らしく見える原因じゃないかですね。まあ、体のバランスがね、やっぱり子供子供してるっていうのもあるんですけども、でも立派になってきますよね。まあ、これが多分、来春ぐらいになると、これがスナスケみたいな。ことになってるかもしれないですけども、まあ、こうやってね、座って、そろそろ本当は、ね、すごい本当に白目がよく見えると思うんですけども、ね、首の白い岩もかなり強く入ってるんで、きっとやっぱりなんか残りそうですね。まあ、色合いも、頭の方が少し金色で、体が少し焦げ茶で、すごい綺麗な、熊になりそうな気がします。で、ヒグマも今ね、ツキノワグマでもいろんな今年は熊の話題が多かったんですけども、まあ、園内でもそうなんですけど、本当にどんぐりがなってない。で、七カモドですら実をつけないみたいな今年はそんな年ですね。だからまあ、哺乳類だけじゃなくて、園内もすごくエゾリスがもう園内走り回ってるんですけども、多分、旭山、裏山とかでもなかなか、餌は見つけれないんだと思うんですね。で、その園内なんかでも、少し、この外来種の、まあ、どんぐりがあったりとかするので、そういうのを見つけに園内来てますね。で、ちょうどこの時期っていうのが、まあ、ヒグマ、まあ、よくね、冬眠じゃないよ、冬ごもりだよとか、いろんな言い方をするんですけども、やっぱり冬眠は冬眠なんですね。で、全く飲まず食わずで、その、糞もしない、おしっこもしないっていう寝方をするっていうのはすごく特徴的な寝方をします。で、まあ、アメリカの方の黒熊と、本州のいる、まあ、アジアの黒熊と。で、それと、エゾヒ、まあ、ヒグマですね。が、冬眠する熊3種なんですよね。で、ホッキョクマに関しては、出産する子、メスだけが、一応冬眠っていう形をとるんで、そうじゃない、子供を産まないメスに関しては寝ない。オスも寝ないということですね。だからこの3種が、まあ、冬を冬眠をして過ごす。まあ、こっちだと、そうですね、3月、4月、4、5ヶ月ぐらい。で、長いものになると、本当7ヶ月とか、地域によっては、そんぐらい寝てしまうって言われています。で、体重のつき方なんですけれども、これすごく、いろんなことが今分かってきていて、シマリスだったりとか、そういうような感じで、体温を本当に、どんどん下げてっていう冬眠じゃないですね。せいぜい3、4度までしか下げない。37、8度ぐらいの、体温に関して、まあ、平常時ですね。だいたい冬眠中は34度とか、そんぐらいまでしか下げないんですね。だから結構エネルギー使うだろうと、どんどん痩せるだろうと思ったけども、そうじゃなくて、代謝をすごくコントロールし。で、まあ、このスナスケはですね、ちょっと、まあ、ずっと結構丸々としてたと思うんですけれども、トンコだったり、ちょっと外の、トンコはどこに行くか。だったりとか見てもらうと、
の、基本的には皮下脂肪をつけるんですね。で、まあ、それを栄養源にして代謝していって、っていう、あの、絞って代謝して、ちゃんと利用していくと、今度水に H2O になるんですよね。で、そういうこともあって、皮下脂肪を使うって言われてるんですけども、皮下脂肪をつけるのには、インシュリン、あの、糖分を取ったのをインシュリンに対して多分感受性がすごく強くなって、で、食べたものをすごく吸収して、どん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 脂肪にしていくって言われてます。あ、上にいた。で、もう本当に1日で、ね、4、5キロぐらい太るぐらい。あの、食べたもん含めた体重じゃなくて、1日で4、5キロぐらい脂肪にどんどん変えていけるぐらいの、あの、この時期だと。本当はそういうふうにしてるって言われてますね。だからある程度皮下脂肪がつかないと、あの、その冬の間を、超えるだけの、あの、体力というかね、エネルギー源がないので、ある程度の皮下脂肪がつかないとなかなかこう、冬眠には入っていけない。っていうことになります。まだまだ分かってないことが多いんですけども、まあ、メスに関しては、あの、皮下脂肪が、あの、つかないと、あの、妊娠はしない。あの、春先に交尾をしてるんですけれども、あの、受精卵は、あの、着床しないで、浮遊してるんですね。あの、子宮の中で浮いてます。で、秋にガッと脂肪がついて寝始めて、あの、受胎、あの、着床して。まあ、真の、あの、妊娠期間っていうのは、だから2ヶ月ぐらいで出産っていうことになるんですけれども、あの、その時に皮下脂肪がつかないと、受精卵が着床しないって言われてます。まあ、うまくできてるなと思うんですけれども、あの、子供の分までの体力をつけれないと、あの、もう自分だけ、その年は自分だけが、冬眠するのがギリギリっていう状況になるんですね。だから今年は、まあすごく受胎率が悪くなるのかもしれないっていう話もあります。まあこれは、まあ、北海道のね、ヒグマもそうだし、本州の方でもそういうことが言えるかな。あ、ね、見ましたかね、トムコ。まあうちの場合は、あの、ずっと、ただ生理的に、あの、スイッチが入って冬眠モードっていうか、不機嫌になって、やっぱり脂肪がすごくつきやすくはなっていて、なんですけれども、そのまんま、あの、寒くなっていかないということで、基本寝ない、冬眠をしないでも過ごせていけるんですね。まあ、一部動物園の方でね、あの、本州の方でも、あの、月の川なんかで冬眠をね、ちゃんとさせるっていうことをしているところもありますけれども、あの、じゃあ冬眠しない部分がすごくハンデになっていくかっていうと、今のところその飼育下で、冬眠しない通年で起きていることっていうのが何かの、あの、影響があるっていうことも、一方でそれも出てないですね。やはりトンコも、まあ、この時期もそうなんですけど、まあ、いつもっちゃいつもなんですけど、結構もう食べ物、もうすごく、探しています。何か人が来るとくれる、まあ、あの食べ物に持ってんじゃねえかな、みたいな感じで動いてますね。ということで、いや、本当になんか穏やかな、いいですね。でも風も吹いてかなり落ち葉ももう散る分は散ってっていう感じで。あ、でもこの辺まだ結構葉っぱ残ってるんですね。あの、この柏の葉っぱが春まで残る。あっち、あの、旧キリンのとこってあれ柏じゃないんですか？柏じゃない。あれは、あの水ならキリンのやつは。水ならでしたっけ？うん。クヌギとかじゃない？で、まあ、どんぐりがなる木なんですけども、の柏は次の新しい芽が出てきて、ポロッと押し出されるように葉っぱが落ちるっていう、言われてるよね。そっか、そうなんですね。うん。今、エゾシカと、まあ、オオカミがいてっていうことで、ここも寒冷地なので、もう本当に冬毛になって、冬の体になってきてます。まあ、オオカミもね、体が一回り大きくなったぐらい、体重が増えて、もう毛足が長くなって、あの、本当に縦髪が生えたような、あの、ありますね。もう本当冬になると、まあ、これぞ、狼っていう感じになりますよね。レラ。うん。最近レラもね、一緒に。やっぱり今日はなんとなく穏やかなんですよね。なんとなくみんなのんびり、モードですね。うん、綺麗ですね。うん、いいですね。
ベーズ C か。どこにいるんでしょう。まあ、ここにはですね、まあ、広い場所でオスメスしかいない2頭なので、ちょっと、探さないと見つからないかもしれないなっていう。ここの。いた。なんか、あっちの下にちらっと見えましたね。いましたね。ちょっと真上からみたいな感じになっちゃうけど。まあその、ね、夏毛の時の明るい茶色から、本当にもう土と同じような色ですよね。まあ、これ冬毛ですけども。で、角に関しては基本4線、角。ちょうど上から見て今、右側の角が綺麗に4つなんですけども、生えてる途中でちょっと怪我をしたりとか、すると、例えば曲がっちゃったりとか、少し、いびつな形で枝が出てきたりとかしますね。あれ、今、こっちが、ね、右の角が今、先っぽが3線なんですね。だから4の5本あるみたいな感じになってますけども、まあ、そういう形になったりとか、綺麗に行くときと、ちょっとしたことで、少し、形が変わったりとか、ときもあります。はい、では、はい、いきますか。まあもう多分この2つに関しては、もう交尾も終わってみたいな感じですね。一応まだ繁殖期は続くんですけれども、大体もう交尾の時期っていうのはこの時期ぐらいで、なるかなと。もうちょっと、まあ野生だとまだしばらくね、続くかなと思います。最近意識してなかったですけど、まだ泣いてます？いや、最近泣いてないね。ちょっと落ち着きましたかね。一時すごかったですよね、うん、泣いて。ギャオスみたいになりましたね。あれ知らなくて山から聞こえてきたら怖いですよね。うん。だって、あ、グルーシャ、せっかくだからちょっと。ちょうど今、やっと中央に部屋置いてきました。あ、白袋。どこにいるの？白袋、いい感じに日が当たって。おお、すごい日が。ちょうど太陽が当たって。ねえ、これも本当雪の中にいるとね、目の前にいてもどこにいるんだろうって探してる人がいるぐらい白いですね。あ、今年北海道のね、どこの山だったか忘れたけど、どこの山にいたって。大雪の裏にずっと。大雪の裏に、うん。でもちょっと、結構日帰りで行ける場所じゃないっていう話で、見に行くのは断念したんですけど。名直的に来ることはあるだろうなと、昔から言われてますよね。まあ、またいつもの場所。まあ、これもやっぱり冬になると、もうコロンコロンになりますよね。まん丸なんか、四角くなりましたね。やっぱりすごく、気温のね、変化の、大きいところにいる動物なので、夏のね、ひょんとした格好と、冬の丸々の格好と、かなり対比がありますね。雪の中も平気だし、ということで、すごいたくましい、ですね。もう、どこどこやってる。あ、帰った。帰った。かわいいね。
やっぱりこのぐらいの気温だとね、その動いても暑くならないし、動物たちも本当は実は、こんぐらいちょっと寒いかなぐらいはすごくいいですね。で、猛獣館にたどり着いてきました、はい。工事はどうですか？だいぶ進んでますか？まあ、もうこの猛獣館が、それこそ、25年か。そうですね。ということで、少し外壁を直したりとかですね。トンコがね、いなくなって、ここに、エゾヒグマ、トンコいたんですけども、今、ここをちょっと回収、大幅回収をしてます。もうちょっとしたら出来上がるかなと思います。ちょっと覗いてみますか。うん、はい。こんな感じです。はい、私は見えてないです。お、いたか。未来。いや、野鳥、今度はここにいるか。落ち着いてきたな。まあ、最初に言ってたあれですね、話ですけども、アムールヒョウ、ということで、まあ、ヒョウの中では最大亜種。ですけれども、これの、まあ、ずっと一頭でいたんですけども、デンが、いやこのデンちゃんの子でしょう。いましたね。はい。いや、本当にこれ、まあ、ちょっと太い目ではあるけど、すごく立派な、アムールヒョウが、まあ、実は来園したんですね。で、デンっていう名前なんですけども、デンマークが来たから、デンってつけてしまったみたいな。デンちゃん、カッコ仮だったんですけど、カッコ仮を、さりげなくいつの間にか仮が取れてたって皆さん気づいたでしょうかね。ということで、でも本当に久しぶりにその本当アムールヒョウらしい、アムールヒョウだと思います。すごく立派ですよね。でも、まだ、ただ1歳半ぐらいなので、まだすごく若いです。で、まあこれと、その未来とで、まあペアを組んでいくっていう、ことになっていくんですけれども、なかなかもう本当に世界中が協力しても、シーカもそうなんですけれども、その本当の、本来の野生のね、アムールヒョウにしても、将来がすごく危ぶまれるところにはなってきましたね。本当でもすごい綺麗な。私とはあまり覚えてないんですけど、ちっちゃってとはそんなにこんな方良くなかったですね。まあ、木もあってね、うん、ここまで大きくはなかった、ね。そうですね、金ちゃん確かに。いいけど、ここまでじゃないですね。まあ、来てからですね、まあ、ちょうど、冬季開園前のね、変異中に少し方針に出してやったんですけれども、なんかもう本当に物おじっていうことを知らず、あたかもずっといたんじゃねえかみたいなぐらいの、感じでしたね。ね、初日からオーバーハングも上がったし。うん。で、その人のことを全くこう気にもしないよっていう感じなんですね。で、むしろこの動きを、気にしてるのは有利か有利がこっちにあんまり来なくなっちゃったんですよね。お、ああ、そういう困ったな。これ有利困ったな。こっちまで来るのかよ。元からここで生まれ育った方がちょっと遠慮しちゃってるみたいな。目が離せない状況。でも本当におでんの方はもう全然気にしないんですよね。綺麗だね。いや、本当に綺麗だね、これ。ここ飛ぶの？飛ばない。まだ今さにこのユーリがですね、こんな感じなんですね。怒ったけど、前先にいたんだからちょっと、先からいるんだからちょっと堂々としていいんじゃないって感じがするんですけどね。やっぱり存在っていうか、その大きさだったりとか、やっぱりかなりなんでしょうね、これね。未来もね、ずっと、まあ、向こうからずっと目で追ってるんでしょうね。動くと目で追ってる。だから見える位置にいるんですか、ね、うん、必ず見える。ほらほら。じーっと近くに。まあでも、状況としてはいい感じで、来てるのかなとは思いますね。
有利ね。工事で何日か出れなくて、久しぶりに出たらなんか隣にでっかいのいたって感じですよね。うん、今、まあ少しずつなんですけど、いろんなことに取り組んでてですね。まあこっちの、すごく綺麗にできたんで、多分気づく人は気づくけど、気づかない人は気づかないだろうっていう、うん、ちょっと日陰だったりとか、できるエリアを作ったんですけども、もう、それどころじゃないよ、状況ですね。本当に。あ、今、デンちゃんが上にいるから。もう、常にね。でもまあ、少し緊張感があるっていうのはいいかもしれないな、ずっと。ね、このユーリの方もそうなので、また、ユーリもね、また将来考えていかなきゃいけないので。やっぱり有利より一回り大きいもんね。雪氷ってなんかこう見た目ほど重くないですもんね。うん、そうそう。あ、ね、未来。未来が。だからはさっきのデブラみたいな。で、まあこれでね、60キロ近くあってるということで。まあもうちょっとシュンとすれば55ぐらいなのかな。ちょっとくびれがないかな。ちょっとね。お腹に。ふくよかな。うん。骨格はやっぱり、この尻尾の太さとかね。もうほんとあんまりザ・アムールショー。あと手足の大きさと。そう、きれいな。まあ、少しダンボールちぎって遊んだりもし始めてるっぽい。あ、デンちゃんですか？ね。よし、では。ユーリをもう一瞬。行きますか。そうですね。後ろ姿が。本当にこのデンの動きから目が離せない、ね。まあでもこの雪山も綺麗ね、本当に綺麗ですよね、この尻尾の太さ。こっち、ライオン通っていきますか。え？ああ、ライオンね。あら。いや、これもですね、まあ本当に遠くから見ると、あっち風だね。あ、違う。いや、そうじゃないですか。目クリッとしてるから。そうだよね。目クリッとしてて体コロンとしてるから、その子にいるのがふーちゃん。そうだよね。もう本当に後ろをお尻だけから見ると、どっちかどっちかわかんないぐらい。まあ、歩いてるとね、少しコロンとした感じなので、ふーの方はね。なんですけども、もう本当になんだかんだ、もうね、100キロ近くの体重になって。まあ今日少しのんびりですね、今日はね。今取れた。こんにちは。風に、あ、結構剥がれてる。あ、なんか来ましたよ。誰かわかんない。誰？デーちゃん？うん、こっちに気づいたら寄ってくるんだよね。デーで。また追いかけられてる。あ、そんな寄ってくるとこあるんですね。結構、うん、結構これ、父ちゃんにね、かなり構うんだよね。で、二人で結構崖やこんな。なんだよお前らに。まだまだ甘い子ですよね。1ヶ月も経たないかね。乳歯が落ちてて。あ、そうですよね。うん、永久歯に生え変わってきてっていうことですね。だから、まだ本来、まあ野生で言うと、この時期っていうのはかなり活発にはじゃれたりとか、
あまあちょっと大人っぽい感じになるんですけど、まだまだその獲物を取るっていうか、そういうこうして食べるっていうじゃなくて、あの遊びですよね。まだまだね、この砂利の遊びで、でまあこれからっていうことですよね。まだまだ子供なんで、ね、すごい砂利と遊んで、ね、でも本当にまあたくましくなって、まあ一冬越えて二冬目なんですけども、もうすっかりね、走り始めるのはちょっとバタバタ始まった。チビ二つが。で、この降りてもでも子供たちが遊び出すなんか気にはなるし、一緒にたまに仲間に入りたいモードに入るんですよね。どうしようかなみたいな。どうすか。あ、もういいかな。まあいいかな。まあこれがまあライオンのオスって感じでしょうね。のだらしない格好が。まあまあみんなだらけど、母ちゃんも。やっぱりまあ子供と母ちゃんはまた道で一緒になって。ユナ、一緒に行くわけでもなく、メス3つはひたすら解散した感じじゃないですか。うん、ちょっと解散状態。ちょっと父ちゃんはちょっとマーキングぐらいしとこうかな。感じですね。ね、でもこれもやっぱりね、こうやって複数いるとね、ずっと見てれちゃうみたいなね。よし、じゃあ行きますか。はい。ね、トラは今日は。トラは今。メスたち。うん、お。ザリアメイガ。これは母です。うん。あ、姉ちゃん何やってんの。まだ第四。こっちもね、もうずっとでもなんだかんだ言って目もかなり年齢もなってきて、ザリアもね、あのメス同士なんでね、ずっとなんでもなくこうやって一緒に、あのメス同士なんで一緒にいるんですね。これもアムールヒョウなので、まあ、これからがアムールトラなので、あの寒さはね、うん、平気ですよね。
キリルね、目ちょっとまだ治療中なんですよね。目、うん、の方ね。ただ、まあ、状況の方は、分かってきたので、少し、またしばらくして、からまた外に出てっていうことになってくるかなと。そうですね。全身状態っていうことではないので、アザラシ一瞬寄ってきますか。そうね、上からだけ。上からだけ。だから。ね、雨が来そうですね。こっちの方とかね、晴れてるんですけど。今晩からね、どんな天気になってるかなって感じですけども。あそこにいますね。そこにいそうだね、雪が。あそこでくねくね遊んでるっぽい、ね。ああ、そうだね。もうちょいしたら出てくる。なんかをこう、なんかくわえてる。何しよう。雪と麦で遊んでんですか？うん、何かを。落ち葉？落ち葉か。うん、落ち葉で遊んでるっぽいですね、あれ。ああ、落ち葉だね。まあ、やっぱり、コマハザラシもね、やっぱり今時期が一番コロンとして見えるかもしれないですね。はい、ああ、出ました、ね。雪ですね。もうだんだん、まだまだちっちゃいですけども、もうすっかり。そして麦、うん、とポッチャ、うん、あれポチャじゃなかった、こっちがポチャでした。あれ、マシロはいるんでしたっけ。そこがいるか、それはいますよ。あとラッキー、ラッキーくんがいるかわかんない。お道行きますか。よし、じゃあなんとなくこうまったりモードになったんですけども、一応今日の目標は、そう、夢ですね。夢のところなので、どうにかちょっと時間をオーバーしましたけどもたどり着いたかなと思います。さて、どこに、こっちの方が見やすい。中行きますか。人が多い。やりましたね。ちょっと上の段な、何かをまた、なんかで遊んでいると思われて。ねえ、ちょっとね、雪の季節まで入れなくて引っ越しっていうことになっちゃうかなーっていう感じになってきましたけども、おー、まあ2歳、もうちょっとでね、2歳っていうことで、まあ親別れっていう意味では、もう大体、まあこれから年明けぐらいに向かってっていうことになってくる、まあ野生でもですね、なってくるもう年になったのかなと思います。横に並ぶとね、もう全然まだちっちゃいんですけれども、パッと一頭だけで見ると、あれどっちだみたいな、ぐらいにもう立派になりましたね。ただ、この遊び方とか、まあそういうのはまだまだやんちゃなんで、これからがもっとパワフルに、遊び回ると思うんですよね。ピーカーも来た時、かなり活発だったので、見えなくなった？見えなくなりました。見えなくなった。
上行きますか。多分ちょっと上に行きますか。ルルはどうですか、一人になって。ルルね。まあ、ピリカの出産でね、ルルとサツキがずっと2頭で、まあ、外でずっと一冬過ごしたりとか、まあ、ホッキョクグマ自体単独っていうよりも、餌を巡っては一緒にいたりはするんで、だったんですけどね。まあ、また一頭に戻ってっていう感じですね。まあ、母ちゃん。どこ行った？どこ行ったでしょ？結構ですね、今日、あそこにいました。今日思ったよりお客さんが多か、ああ、雑本やってたんだ。あ、またいた。おぉ。まあ、よう遊んでますね、これね。上に来たら下に行くし。上に来たら下に行くし、どうしよう。下に来たらまた上。下に来たらまた上なのかな。あっち、あっち、あっちから撮りますか。うん。あっちの。あら、こっちも結構人が。なかなか混雑して。下にいたの。しばらく下に泳いでそうだ。もう一回下行きますか、そう。下行ったらまた人が。ね、今多分下がすごい混雑してるであろう。うん、まあまあ本当にもう一人遊びというか、そのピリカの方もね、そんなに本当構わない。まあちゃんと見てるんだけども、そんなに一緒に遊んだりっていうよりも、まあ基本本当に自由にさせるタイプの育てをずっとしてましたね。で、まあだんだん自立していくんだろうなっていう、本当にこういう感じなのかなと思います。まあきっと、このね、うちで、結構立体的、そんな広くはないんですけど、かなり立体的に動けてるので、まあ、体力とか筋力、ね、しっかりあると思うんでね、まあ、神戸に行ってもしっかりと。入ってあっち、その人工、この間見てきたんですけど、人工鉱石付きがあるんで、すごい遊ぶんじゃないかと思うんですよね。楽しそう。うん。まあ、兄弟なしでね、一つで育ってるんで、本当に一人で遊ぶのが上手ですよね。見えない。あ、いた。はい。どうですかね。まあ、あ、ちにまたお気に入りを。相変わらずね、隅っこの人間避難エリアにちょっと隠してたりとかやってますよね。結構大きくなったけど入れるんですもんね、まだ。あっち。そうですね。もうね、百数十キロかなぐらいまではなって、まあ、150はないのか。もうすっかり大きくなりましたね、でもね。もう、夢が神戸にっていうのは別にうちには何の決定権もないんですよね。決定権とかそういう話ではなくて、まあ、こういう、まあ、日本中でも30数頭ですよね。で、その中で、まあ、みんなで本当に、まあ、飼育の可能性のある園も含めて、いろんな協議をした中で決めていくっていう感じですよね。だから、決定がどうのっていうよりも、まあ、それぞれの、事情だったりとか、今の飼育の状況だったりとか、いろんなことの中から、候補として上がってきて、
まあ、受け入れ可能ですかとか、そういうことも含めてで決まっていくっていうことですね。まあ、これもね、まあ本当に、まあライオンは少しね、コロナの影響も少なくなってからっていうのもあったですけども、ホッキョクグマとかね、カバなんかを本当コロナ禍でね、なかなか実際には見ても、耳きづらい環境の中で、まあ生まれて、ずっとここまで成長してっていうことで、まあこれから、またね、たくさんの人とか、まあホッキョクグマっていろんな、まあ、環境問題も含めてすごく象徴的な生き物だと思うので、まあ、そういうことも含めてしっかりとね、飼育と、まあ、発信と、まあ、していけることになるのかなと思いますね。まあ、僕らはずっと見続けながら過ごして、ずっと今日までいたんですけれども、まあ、皆さんもね、本当に新たな場所に行けばそっちで見ることも可能だと思うし、また神戸でね、どんな風に過ごすのかが楽しみですよね。神戸はうちより広いので、で、うちよりももうちょっとこう立体的な感じですよね。そうなんですね。で、うちよりもずっと先行してこういう水の中を見れるっていう感じの大きなプールがあるので、で、その雪山っていうか、まあ、なんだろう、かき氷山っていう感じなんですけど、で、まあ夏でも、それ作ってるので、多分これ、もうその中に物隠したり、そこで滑り台したりとか、すごいんじゃないのかなっていう、もうそういう予感しかないですね。すごい体力もつくし、いい場所だと思います。いや、本当にこうやって一人で淡々と遊ぶ、ずっと遊んでるんで。はい。もう、そろそろ、ね、時間が、なので、なんかちょっとまったり、自分もまったりしてしまって。まあ、ライオンのね、糸も、着々と元気、丸山に馴染んできてるようなので、まあ、これからが、しっかりとライオンらしく暮らせる、でいければいいなと。まあ、旅立っていくものもいれば、伝のように、また新しく来て、これからその次世代に繋がっていく生き物、動物たちも、ダチョウも元気みたいですね。ダチョウもね、すごい。ダチョウはもう多分公開したかな。あ、もうしてるみたいです。うん、すごく順調にいってるみたいで、よかったね。ね。で、まあ、いろんな動物たちがね、まあ、出てたり入ってきたりとかもあるんですけども、まあ、意外とこの冬の時期っていうのは、例えばホッキョクグマがね、次の繁殖に向けてっていうことになってくるし、冬にしっかり体力つけて、また春を迎えてっていう、もう大事な時期でもあるのでね、この雪の季節になってくると思うんですけれども、また、動物園の方もね、機会があれば足を運んでいただければ、というふうに思います。ということでですね、ちょっとなんとなくのんびりと、園内をプラプラとしたんですけども、今日のインスタライブはこのぐらいで終わりにしたいと、はい。今日巡れなかったとこはまた、今度ですね。はい。ということで、はい。はい。長い時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。